皆さんこんにちは、対馬の YouTuber ソードです。お中元のシーズンが近くなってきました。対馬は上対馬の方で上がったレンコ代、今いっぱい上がっているそうです。とても美味しい干物に仕上がります。ソーダ流の干物、ぜひこの機会に味わってみてください。また対馬市のふるさと納税の方でもソーダ流の干物取り扱っていますので、対馬をよろしくお願いします。